はい、こんにちは、村岡正典です。今回はルアー開発の裏側パート3ということで、今回はね、館山に行きました。千葉県のね、館山市にはブルブルの工場があります。で、今工場の中入ったところなんですけど、まあこんな感じで、これ今日出荷する商品ですね。たくさん、なんだ、何ですか。あ、ブロイン140J ですね。やば、この間ワラサ釣った、磯平釣ってたやつ、はい、買えないって。そうなんですよ、もうね、いやもうなんかおかげさまでだけど、でもブロインのね、 140S も 140J も、 J はちょっと2ヶ月空いたんですけど、 140S なんか毎月1万本ぐらい出荷してるんですね。で、大体月末最後の週に出荷して全国の店頭に並ぶんですけど、まあすぐ売り切れちゃってる状態で、でもね、毎月1万本ぐらいでやってるんで、そのうちそのうち追いつくんじゃないかってことで、とりあえずは店頭にそれなりに並ぶまではひたすら作ろうってことでやっております。1万本はフルですか。フルで作れる数、もうフル総量ですね。しかも他のルアーも作ってる。他のルアーがね、追いつかなくて今度ご迷惑をおかけしてる状況にもなっててまあもう目いっぱいです。もう増強に次ぐ増強でやってますがって感じで、ありがとうございます、皆さんのおかげでございます。はい、ということで今回開発動画ですね、ちょっと上に行きたいと思います。あ、工場初めてだよね。あ、初めて来ました。はい、ここが塗装工程ですね。あ、こんな感じで、あ、今はもう塗装終わってます。今週はラボッツの150の生産やってて、まあ、これ貼り合わせてレイトを入れて、で、塗る前にここにバリが出るんですね。そういうのを削ったりしてる作業。もうこれは来月の生産始まってて、今月の生産終わったんですね。そういう感じ。はい、ここはああやって塗って。わあ、すごい。これはあれだな、チャートバックパールのカラーの下地の白の部分を塗ってる感じですね。あ、ここで、ゆうすけさんはマスクをして、はい、を無駄にしながらルアーを作ってたんですか。そうです。ユースケは主に鉛担当だったんで、隣の部屋で毒ガスマスクつけるから鉛は、はい、まあ、イケメン関係ないそれで無駄にイケメンですってことだったんだと思う。で、こうやって残念ながら生産直前でちょっとでもポチって入っちゃったり、まあ品質基準に満たさなかったやつはこの B 品って言ってボツですね。あ、ダメなんだ、はい、見た目全然綺麗ですけど。で、一応まあせっかく、あの物としてはもちろん釣れるんで、社員とかテスターで使ってます。開けたら閉める。先週ぐらいだとここにブロイン 140J がザーッと並んでた状況ですね。月始めからやって、もう今はね、多分来月の生産が始まってる感じ。月末の週だけど、で、ガボツ150まず5000本だったかな、やるんで、だいたいもう地道に削って、あの自動化できるところがほとんどないので、ここがホロハリ工程って言って、これを、まあ、このクリアからシュッとプレスして熱で圧着してこれになります。ギラギラしてるカラーはこのシートがいろいろあって、はい、ホロの、ね、種類が今はアルミホロって、すごい、合わせてシュッて押す。うちはまだね、小さい工場でこれ1台しかないんで、はい、ずっと誰かがやってる。あ、これでキラキラになるんだ、うん、そうそう、すごい。これ透明のキラキラ、透明キラキラ、透明だけどキラキラ、かわいいですね。クリアホロ、すごい、こうやって作られてるんだ、うん、みんな手でやってるんです。で、この館山にいるミスター館山、ミスター館山、泣く子も黙る、はい、泉優吾くんです。振り向きにくいめちゃめちゃ振り向きにくい。ハードルね、前振りがひどい。お世話になっております。館山市工場長の泉と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなね、泉優吾くんですが、まあ、今ね、工場長って形でやってもらってて、はい、でも今ほとんど開発仕事はね、そうですね、はい、設備をこの辺でたりだとか、この辺でこの1年2年で出してきたルアーを全部作ってます。そうですね。で、設計して、これで削るの、これマイケル君って言います、はい、マイケル、マイケル君、うん、切削マイケルです。寝ずに徹夜で働く、うん、不眠不休です。1年間のうち徹夜で働くのが何日。あ、200日は働いてます。200日は徹夜ですごい、うん、これ何してるんですか。これはこのプラスチックの塊をセットして、
まあ、彫刻刀みたいな削り器で削っていってこういうのが出来上がって、まあ、これ外すとこういうのができる。そうそう、あんなに分厚いこれが。でこれは今や開発中のシャローラマーの、まあ、プロだよね、うん。でこれを、まあ、何個か作ってウェイトとか入れて、まあ、一応テスト用としてみんなでテストする。え、これがこれになるんですか。そうです。これがこれをそれにする機械がそのマイケルです。これにマイケル君が入れると大量の粉とこれができるという、うん、そうそうそう、不思議ですね、こんな分厚いのがこんな薄くなるんです、うん、そうなんです。これもカチンコチンの、ね、ABS 樹脂なんで、そうですね、まあ、これぐらい薄くしてこれで 0.8 とか1ミリっていう肉厚でも割れにくかったり、はい、でそれでテストしていいねってなったものを金型にして、で今度は流し込んだ樹脂で量産するんだけど、量産はね金型作るのにすごいお金かかるんで、最初はこれで、だからここでこの位置が気に食わないとかここから水漏れするって言ったらパソコンで修正して、そうそう、このマイケルに読み込ませるためのデータが必要になってくるんで、まあ、こういうので今これ内側内部構造の方を削ってるんですけど、次外側を削るんで、まあ、これこの形でピンとくる人はピンとくるかもしれないですけど ガボッツですね。120で外側はこういう感じで書いててっていう感じですね。これ書くって数値ですか。いや 3D CAD っていうもので書いて、これまさにこれですね。これあれですね、高橋がやってる、ね、まあ、これも新編なんで内部構造そんなことないんですけど、こういうのでリブを入れたりだとか、どこに補強したり、うん、どこに金具置くスペース作るとか、そうですそうです、このリップの位置だとか、ね、今ちょうどまあ目玉描いたところなんですけどメモちゃんと描くんだ。そうです、うん、目玉ちゃんと描いてだとか、まあ、こういうのでモデリングというかデザインして、でそれをあっちの、まあ、要はプリンターですよね、切削機っていうのもね、うん、プリントできるようにするっていう感じですね、はい。で、まあ、たくさんこういうプロトができて、で、まあ、まともに泳がないうちは俺のとこにも来ないし、リュウゴのとこでやって、まあ、この辺でどうかなって、うん、まあ、ほぼね製品出してもいいかなぐらいのところから俺とかテスターに配られる。そうで、ね、でテスターが実際使ってみて、そうするとやっぱり横風でちょっと失速するとか、他のね他社のこれにと並んで使うとやっぱりちょっと釣り負けるとか、うん、そういった情報が集まってきたら、じゃあどうしようどうしようって書いて、まあ2年ぐらい、平均2年だな、長いので3年ぐらいかけて、長いがゆえにいろんなアイテムを同時進行できるっていう感じなんで、ね、決してワンシーズンでなんか結果を求めたりすることはほぼないですか ね、うん、まあね、はい、2,3 年かけてその間ブレなきゃかっこいいんだけど、なんか俺らも凡人なんでブレブレでねガボスとか広かったですよもうバンバンブレない、結局やっぱその時のベイトで明らかにこの城がちょっとちっちゃくて、やっぱもうちょっとちっちゃい方がいいんじゃないかってなったら全然九州じゃ通用しないとか、まあ、やっぱブレるけどその分時間かけることでそのブレてもちゃんと最終答えに戻れる、ブレなかったら最高なんだけど、ブレない開発者っていんのかなっていうぐらい難しいことで、ブレブラどっちかっていうと時間かけることであれはブレてたなってことが分かる、うん、で最終的に 2,3 年秋も春も3シーズンあるんで、まあ大体この辺で間違えるっていうのが、だから最後の年はガンガン使える1本ができてて、テスターがもっともっとくれって状態がユーザーも欲しがる状態だと思うんで、うん、量産化してくるって感じだから、長くかけりゃいいってもんでもないんですけど、うん、確認がいろいろできるんで間違いないものがやっぱり生まれやすいとは思います、うん、手間暇かかって、ね、愛情込めて作られるんですよ。そうなんですよ、ということで、ね、今回宿題がいっぱい溜まったんで、せっかくなら撮りながらテストしようかということで、はい、ちょっと海辺行って、そうですね、投げましょう、はい、まず結構今回持ってきたよ。あ、そうだ、その前に大事な話。あ、それユゴさん、これなくさなかった。これね、ツイッターで千葉県の高校生が拾いましたって DM が来たので、写真がもう間違いなくそれはうちのだから、あ、すいません、ありがとうございますって送ってくださいって送って、その代わりなんか俺も送らなきゃなって思ってたんだけど、多分へぐりで拾ったって。あ、もう絶対ですね絶対私プロとなくしてた。なくしてます、なくしてます。何で、A でも書いてたの。 A かな、いや、これ確かなくした記憶ありますね。あ、だいぶ前だ。かなり前です、これ。まあ、だって15初期だもんね、16なんで、今これ35とかやってるんで、うんうん、相当前ですね。ありがとうございますいや、こういうのが戻ってくるのありがたいな、ね、じゃあ俺めちゃくちゃ送ってあげないとな。ちょっとびっくりするぐらい送ってあげる。ちょっと送りましょうかね。ごそーって無塗装のトレーシーめっちゃ送ろうかな嫌がらせうん、よかった、じゃあ回収。いやー、ありがとうございます。じゃあこれはその発売されてないやつ。あ、まだ全然プロ
まだこれがそのそっから半年経って飛距離アップチューンまた改良してっていう30、そうそう、これもう形全然変わっちゃった。33番目のプロとこれが15番目、15番目とかです。帰ってくるの嬉しいな、なんかな。いや嬉しいですね、ありがたいですよ本当に。いやありがたいな、ほんとこれちょっと取っとこう。いやなんか取っときなよ、取っときます、これ飾っとこう。やった、これも長崎のね島原でブロインの 140S のプロとなくして、だけど3年後かな九州フィッシングショーでこれはブロインだと思うんですが拾った人が持ってきてくれて、ゼッパーもありましたよね熊本で。熊本で1年越しに1年後ゼッパー140も戻ってきたら、そうそうそう、だから意外と拾われるんだなって思った。そうですよね、 140S なんてシンキングなのに拾われたんだよ。奇跡ですよね。奇跡だな、うん、ただなんかやっぱ磯場でなくすと海藻に引っかかってロストしてるケースが多いみたいで、台風で海藻が打ち上がった時にたくさんルアーがついたまんま打ち上がるの。なんか立山だと荒れた後ルアー拾いのおじさんがいるよね。でなんか最近はブロインがいっぱい拾えるって、ブロインはいいんだ高く買ってもらえるからって俺がブルブル社長って知らずにおじさんが教えてくれた時あって、あでも結構広いんですねって言ったらほらって見せてくれたらこんなにいいみたいな。それがあの立山の釣りグラウンドに行くんですよあそこに並んでる、あそこに並んでる、あのそのまま海の木図なるよりはるか全然いいですよ、リサイクルです。まずシャローランナーからいきますか。そうですね、珍しく開発の名前がない。そうだ、つけてないですね。つけてない、だいたいね、あの守るくんとかさ名前ついてるんだけどこいつ名前ないね。そうそうそう、名前シャローランナー、シャローランナー。ちょっとね最高覚えてないけど、ブローイン 140S とかね57とかその辺の数字覚えてるな。そんな言ってたんですか、うん、ブローイン 140S はやっぱ初めてのプラグだったし納得いくまでやりたかったんで、うーん最後特許までね取れてってぐらいやったから。そうですね、金型にしてからもまだいじってたんですよねあれシャルダスもシャルダスなんか金型作ってからやり直したじゃんだからテールの形状がさ2種類あるんだよシャルダスにじゃね、金型さんに金型捨てたんだよ100枚もする金型メーカーの一つの考えとしてもうよりいいって分かっちゃった時点で、うん、もっといいやり方があるって分かってんのに金型がもったいないってことでそれを提供していいんだろうかって思って、まだねその頃赤字だったけどそこをやってくメーカーでありたいよねっていう痩せ我慢で金型捨てたんだよね、うん、でも社員誰も反対しなくて、うん反対は、まあ、いや反対はしなかったですけどこの人って本当に採算性っていうかああいうの考えない人なんだなっていうのはその時ひしひしと感じました俺この会社いて大丈夫かなってちょっと不安はありました。あ、飛ぶね、いいね、飛ぶんですよ。あ、これは一気に良くなったね。結構いい感じに、アクションもいいね。あとレンジ感をどれぐらいそれぐらいでいいのかもうちょっとどうなのかっていうのをちょっとテスターさんとかで。いやここはね足場の高さでも変わるけどガボツがあるじゃんブルブルには。はいはい、だから上はいらないんだよね。そうですね。で下がスカーナッシュがあるじゃん。そうですそうです。だからその真ん中まあやっぱ30センチ、うん、まあ今のこのぐらいかなとは思うんですけど、あいいね、 こんだけ飛べばいいな。飛ぶ。でもまだ前側のちょっとブレてる感じがしますよね、うん、揺れてたな、うん、なんかちょっと嬉しくてついないですよ。あのね絶対やっちゃいけないのはいろいろ分かる前にフルキャストしちゃダメ結構いうのが魚がかかって切れちゃったとか高切れとか目がかりしたとかねだから一通りアクションとか中の構図全部ちゃんと見てからだん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 実調に切り替えていったりフルキャストに切り替えていったりちょっとつい投げちゃいました。あこれか、このね竜を3つ目がこう多分空中で これが始まると一気に回るの。うーんここを止めたいんだよね。だから140S もそうなんだけど 140S はさ、ね、そこ確かねリブが1ミリぐらい出てます、うん、1ミリだけど詰めすぎると今度本当戻んなくて、いやそうなんですよ、勢いがいるじゃん。でこれがね確かね3ミリぐらいつけちゃうとまあやっぱり揺れちゃうんで結局あんま意味なかったの。あなるほど、うん、だから 140S は一通りやった中での一番揺れずにかつそれなり動けば戻った。うんうんうん、結構そのやっぱシャローランナーがゆえに、うん、シンキングミノそうなんですよ戻りにくい。やってみた。あ一応何個か作ったけどやっぱ戻んなくなるんだ。そうですそうです。ジューシー移動って言って泳ぐ時はここにウェイトがあるんだけど投げる時はここにウェイトが移動するので、ここが一番重いんで綺麗に飛んでくるのね。で飛んでく時に
いかにこのウェイトが固定されてるか。だからシマノさんとかダイヤさんみたいに樽型のウェイトで、うんうん、タングステンで作ると一番飛ぶんだけど、あれはね大企業だからできる、ね、あれで僕らみたいな零細企業には採算というか、あのタングステンのウェイトを作るだけで、いやちょっと倒産しちゃうんじゃないか、それ取れ元取れないなっていう、ね、まあ、最後は樽型ウェイトメーカーみたいになっちゃう。そうなんで、それぐらいお金かかるやつができないんで、僕らはこのボールでどこまでできるかを追求してるんだよな、その時にこれが揺れたりしてもダメし、ガタガタこう左右に揺れちゃうのはもってもほかで、きちって決まるとカーンって飛ぶので、今度落ちた後いかに速やかに戻るか。だからシマノの ARC みたいにバネで戻すっていうのは本当に画期的な、これは素晴らしい発明だよね。すごいさ、あれはすごい。いや俺もルアー開発ずっと前からやってて、あまさかその手があったかっていうね。さすがだな。あれはやっぱ樽型ウェイトをやり始めてるから思いつく。間違いないですね。ボール型だとどうしてもね、思いつかなかったから。それはあると思います。なるほどなって、自分なりに反省したり、いろんな勉強になった。だけどブロイン 140S なんかは一回できて、さあ金型作ろうかってとこでサイレントアサシンが登場して、その ARC っていう技術タイミング的にやめたんだよね。そうそうそう、もっと飛ばさないとこれからの時代に勝てないって言って、だけどその結果 140S はさらに飛ぶようになって、であの時に飛ばす技術が一気に分かったんで、比較的ねその後もシャルダスとかも固定ウェイトだけですごい飛ぶ、そういうのを作れるようになったんだよね。さあ、なんかここの揺れをね、そう揺れなんですよね。アクションはこれでいいし、レンジもこれでいいし、これ全然釣れるよ。干潟でもいいし川でも釣れるし。そうですよね。で125が結構フィネス寄りのシャローランナーなんで、結構しっかり巻くとしっかり動く。そうだね、波動を出してった方がいいと思うんですよね。これ流れの中だったらかなり揺れると、ブリブリ動いてると思うんで、干潟、うん、とかのデッドスローでも、干潟とかで早く投げたいですね。これバンズも間違いないな。あ、バンズいいですね。ウェイトの3つ目だな、3つ目ぐらいの揺れ方わかります。散々やってたらわかる。揺れないの知ってたら揺れてんのがわかる。今日は5メーターぐらいだけど、これが11メーターぐらい吹くとかなりルアーが揺らされちゃうんで。そうですね。そこでやっぱり失速しちゃうルアーだと、投げてる人もストレス感じて、うん、投げ続けてくれなくなっちゃうんで、そこはやっぱこだわっていきたいポイントだし、その向かい風の時だよね。シャローランナー空気抵抗がね、向かい風の時のヘッドのブレ、どうしてもこう飛んでく最中に、普通のシンキングペンシルみたいな、ここが流線形だと空気の後処理が良くてスムースに飛んでくんだけど、向かい風でもどうしてもここに渦を作るね、こうリップの形してるんで、この渦ができてルアーがね回り出すので、回り出すとウェイトが揺れ出して失速して落下が始まっちゃうの。そこをいかに抑えるかっていうのをリップ付きでってやるとね、なんかいろいろやってるとそれができるようになってたりしてっていうのは、もうなんか法則があるとかルールがあるわけじゃないんで、これ作るしかない。でもまあ全然テスターには出せるね。そうですね、一回ちょっと出してみて投げてもらおうかなと思って。こんなに動くんだ、いいね。速いリトリーブでも飛び出すことはないんで、うんうん、多分熊本とかのあの太い流れでも耐えてくれると思うんで、うん、キューエドもいけるな。キューエド荒川いけるし、3番線もバンズもいけるし、シーバスやってるメーカーだったら一番最初に出せよってルアーですけどね。本当だよね。今年10周年でまだ作ってる最中っていうね、この12センチシャローランナー、まあ、いっぱい怒られたよ俺、量販店のバイヤーさんに。いや散々なんで出さないのっつって散々言われ続けましたからね。もう小桃とかあるしとか言ってた。いやいいルアーですけどね。でいやあんだけすごいルアーがあるからいらないんじゃないかなとか言ってたんだけど、やっぱりでもなんだろう、ブルーブルーのあのポイントのプレゼントのメッセージ多かったよね。シャローランナー作って、ね、めちゃくちゃ多かったですね。いややっぱブルーブルーが一番と思うものを作ろうかっつって、そうそうそう、重い腰が上がったのが去年かな。そうですね、ま、なんだかんだ1年は経ってますかね。距離だな。そうするとちょっとアクションが変わるしな。そうです。結局リップが大きいと飛ばないっていう、うん、妥協しようと。いやいやいや、そうそうそう、あのね、いやいや煮詰まってきたら一回ブルブルは置くの。なんかね、そうちょっと置いて、まあ、考え続けるんだけど、結局考えてもね、今答え出ないときはいろいろやりながらだけど、とりあえずテスターさんとかに投げてもらっとくっていう感じですね。投げてもらいながら、これはですね、ブロイン 110S、 これもかなり皆さん待望のルアーで、うん、これもど真ん中ですね。これも構想3年みたいな感じだよね。なんかそうですね、開発はまだ始まったばっかりで、よし作るぞって言ってたのは3年前で、そうそうそう、なんじゃ、なんかよしって言ってからいつまでも始まらないさ、家の中の掃除みたいな。よしとか言って1個
向に始まらないよし、それが3年ぐらいありました。でもね、何もしなかったわけじゃなくて、もちろんいろいろ考えたり、まあ、140S と 80S の間に位置付けられるのが 110S のどうあるべきかって議論はみんなでしたんでね、うん、アクションチェック。あ、でもこれ前のプロトでもうアクションはできてたよね。そうですね、アクションと邪悪の感じは多分もう良かったんで、ここで一番釣れそうじゃん、これ。いや、これやばいっすよここだね、まさに立山港最高だね、これね。すげえ下から出てきそうですね、うん、なんか、いや実際ここはさ、結構いるんだよね。だからなんかこうやってると突然ゴンってね、50センチぐらいだけど食ってくるよね。いいね、これはね、なんかいいルアー、やっぱりシンキングルアーはこうあったし、うん、アクションはもう100点満点だな。そうですね、距離が多分さっき言った爪のフレオってことですね。でやっぱね、ここでこの触れてる分飛距離が落ちてくんだよな。うん、あと5メーター飛ばせると思う。なるほど、いいね、もう一番釣れそう。ここ2時間もらったら俺釣る自信あるわってぐらいもう出来上がってるね。もう一つあるあるはあれだよね、そのまま普通の釣りになってるパターンだ、ね、それが良くないのはね、ライズとか出ちゃったりして、あっとか、あとチェイスしてきたりして、あっとか言って、いやもうチェイス見ちゃったらダメですね開発じゃなくなっちゃった。あー、ね、なるほどね。ここになんか矢尻効果が欲しいの、やっぱなんかやっぱこの多分この3つ目もあるけど、ここの頭の回転をなんか軸になるとこ、あ、フィン的な、うん、矢尻効果で止めるか、はいはいはい、重心一発置いて、なるほど、なんかこの回転をちっちゃくすると頭が触れるんですよね、確かに。ちょっとそうなんだよね、 140S はそう、リップの裏があれフィンの代わりを果たしてるっすからね。そう、プラス2ミリだったかな、頭1個入ってる。あ、入ってます、入ってます、うん、それでだいぶ安定してるんだよね、重心。なるほど、あとはね、140S 大きいんで、ここにウェイトがあるじゃん、それでね、安定するのもあるから、140S をどうすか。このリップの裏はちょっとピンはつけてみるべきかなと思ってるんですよね、うん、ちょっと つけてもいいかも、うん、140S もあれわざとこうバーって削って投げるとやっぱ飛ばなくなるんですよ。あ、そうだよね。あとここね、ここの文字じゃなくて3つ目のこの折れを固定して、うん、で多分あとここ1ミリ、あ、まあまあこんなもんかな、ここの3つ目のこの揺れ、これを戻るギリギリこっちにすればするほど戻んなくなるじゃん、ね、そこのギリギリにしたらカチンって飛ぶと思うんで、そこのギリギリを探すのが難しい言うのは簡単。そう、まあ、1個ずつ作って貼り合わせて色塗ってドラマでして投げて違うっつって、1頭で終わるために1日かけてとかだもんね、うん、そういうのもありますね、うん、でもそれをやらないと今、まあ、でもな、そうだよな、仕事です。そうなんです、はい、社長命令です、あれは社長命令で、いやでもそうなんだよな、そうなんですよね。そうだ、ゼッパーはさ AB どう揃った？あれはもうほぼ A でした、皆さん。あ、 A ね、うん、軽い方がゼッパーらしいですね、うんうんうん、そうだな、強めに出るんだよな。そうです、うん、A の方が強いですね、まあ、A だろうね。じゃあこいつかな、こいつですね、うん、うん、まあ、一番もう、開発が一通り終わって金型を作って、最後の確認っていうか、金型作るとね、金型に流す用の樹脂とあの削る樹脂は重さが違うの、うん、樹脂そのものが違うんで、金型作って流し込んで固めたこの ABS 樹脂はちょっとね軽くなるんで、だからこのプロットでせっかくこんなにこだわって100点満点のものできた瞬間樹脂が変わるんでちょっとだけですけどね、うん、ちょっとだけですけど、でも俺の中では結構だな。そう、特にちっちゃいルアーをね、極端に変わって、ちっちゃいルアーはちょっとえぐいっす、全然変わるんで、うん、だからもう今度はいじれない中で調整していくそれ何のバグですか？でもね、全てのルアーメーカーがそこを頑張ってやってるし、ね、やってないのもすぐ分かる、あ、ミスったなとかね完全にそこ漏れたなっていうルアーを結構他社さんのでは見かけるけど、うん、樹脂のその流す作業性だとかもやっぱり考慮されちゃうんですよね、うんうん、量産の場合は、ね、金型流す時の、でその ABS も3つの樹脂の合成樹脂なんで、そこの配合比が変わるとわずかですけどやっぱり物の質量だとかも変わってくるっていう、うん、じゃあそこも考慮に入れつつ開発をしたりだとかしますね。でその最終確認がこの2つっていう感じ、うん、
で作って、で今度はちゃんと量産も考えてね、量産のしやすさとかそういうのも考えて、うん、今回は A と B の2タイプができて、でそれをこのタイプのルアーをよく使う全国のテスターさんに投げて、まあ、A か B か選んでくれっつって、でも今回は何が違うんですかレベルのわずかな差なんだけど、 A と B 選んでくれっつったら、まあ A が多かった、ほぼ A だったのかな。そうですね、だからいや、もう何パターン、ガボツ150は F までいかなかったね。最初 ABC で C がいいってなったんだけど、うんうん、C がいいってなったってことはまだ作ってないけど D っていうセッティングが見えてきて、で C で E 作ったんだよね。そしたら E が良かったので、これやっぱりじゃあ F も作んなきゃっつって、 F 作ったらやっぱ E で良かったねみたいな感じで E が製品だったんだよ。EF まで作ったけど、まあ結局でもそうやってあれじゃガボツ150はね、そのわずかな重心で水面で潜っちゃいけないトップウォータールアーなんで、前につんのめるとよく動くんだけど潜っちゃうしっていう、で全国全然海水の比重も違えば流れの速さも違うし、うん、足場の高さも違うし、まあ当たり前でどれも釣れるしね、まあ、そうなんです。そういう中でどれが一番投げ続けやすいかっていうので、うん、ガボツ、そうそう、ガボツ金型からそうだいぶ結構いじったっすいじったいじった、F は笑ったけどやっとこうみたいな、そうだからこれも B が良かったら C っていうアイデアも出てくるんだけど、まあ、ね、まあ思惑通りこれは A が最高だ、うん、めっちゃ釣れる、もうめちゃくちゃ釣れる、これデッドやばいですよね、デッドがやばい、デッドやばいですね、これいいですね、開発したルアーがこんなに釣れるってなったら楽しいですね、やし、やっぱりユーザーさんがねこれが最強って言ってくれるのが最高よね、一番の喜びで、ただやばいなこれっていうのはちょっとなんか出したくなくなる気持ちもありますちょっとだけ言うてんね、昨日これちょっと、あ、ちょっと待って、投げていいっすか、投げてないんですよ、これはね、もう高橋がこのプロと初めて見てめちゃくちゃ興奮してたね、で高橋は残念ながら釣れなかったんだけど、真っ昼間にガンガン出てくるのでっけー、リュウがバスに持ってきそうだな、なんかバサーだから、うわやばいっすね今のでもうやばい、これだいぶやばいじゃないですか、だいぶやばくなった、テンション上がってるあ、これだいぶやばいな、これまだハンドメイドなんでリップが左右のバランス取れてないんだけど、はいはいはい、多分ちゃんと設計して、でこれぐらい動くとやっぱ食う魚が寄ってくるの、これ強いっすね、強い、バスでも強い、強いと思います、いやこの止めた後の揺らめきがやばいっす興奮してる人が一人、これやばいな、俺は加納さんに無理難題言い続けてでも加納さんすごいよね、ちゃんとね形してくんだよ、あの加納さんすごいですね、でちなみにここに愛があって、あ、これはい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 、 7g 打ったんだけど、ちょっとつけてもらった、そうするとシンキングなんだけど早巻きしてもバランス崩れなくて、なんかへえ、ちょっとこれを3とか5とかバランス取ると超早巻きでもなんかね横向かないし、アクションもでかくなるの、前がつんのめるんで、あ、そういうことっすね、姿勢は若干悪くなるけど、うわやばい、あ、こっち好き、うん、まあ多分みんなバスの人はこっちだろうな、でグラーってギリギリって早く巻いても大丈夫だし、水押しすごいじゃん、これいいっすねこれは来たなって思ったな、このプロトで、うなぎうなぎかナマズだね、泳いでる、やばいっすねこれ、これがね、これ魚がたまらず寄ってくんだよもう多分リュウゴのイメージはあれでしょ、淡水でしょ今動かしてるイメージ海じゃないでしょ今の動かし方、もうこれはあれですよ、ボートであのシェードのシェード打って、シェード打ち込んで、あの下から誘い出すチョンチョンチョンってやつです、あ、これすごいね、この辺でじゃあこれで一回工場で量産モデルのプロトにしてみようか、まあ、ここまで手作りだけど、加納さんすげえ仕上げでした、なんとかいいな、これいいな、これちょっとまだあと2シーズンぐらいテストしてから出しますねいや、しばらく自分らで楽しみたい、楽しみたいな、これすごい、加納さんすげえな、これがさ、去年この段階で一回発売しようかっ
ってギリギリ言ったじゃん。言ってたやつ、ね、だけどやっぱどうしてもガボッツ150絶版に勝てないんだよね、うんうん、俺と高橋でガンガン日型言ってて投げててさ、あのガボッツ150が釣れすぎて解説できないとかとかあの状況でこの野郎が一番なれないの、うん、でハードプラグに負けてたら意味ないんじゃないっていうことなんで、ね、開発の道筋で言えば真ん中まで戻って違う道をまた進んできてここに来たんで、これ中が全然違う、中のあの発泡が、発泡が外が一緒だけど中身が全然違う。これも完全に全部繋がってるんで、テールフックにどんな大物かかってもワームは壊れちゃうかもしれないけど、ここはね全部繋がってるんで必ず取れます。まあ、平政とか無理だと思うけど平政発泡だけになってから行く。平政釣れそうだよな、こういうの釣れんじゃないかな。そうでしょうね、潮が行ってない時とかね。青物のワームは絶対ありだと思いますけどね、うん、結構飛ぶんだよね。へ、ちゃんとしたあのパワータックルで投げたら意外と飛んでて、ベイトで投げる人好きそうですねこれ、うん、これいいなでしょ。で次がこれか、170。そうですね、松本さん、沖艇の松本さんメインだっけ開発。そうですね、沖艇だとか一応あの池上船長とか高橋船長にも投げてもらってるんですけど、うんうん、50番目とか言ってるよ50番目。もう長いよね、これも3年目みたいな勢いだね。いやだいぶ難航してますねこの子は。でやっぱブルーン165の方行ったり140の方行ったり、でも140をそのまま170するとちょっと太いよね。違うんですよ、うん、はい、ああなんないんだよね。ああなんない、ブローインじゃなくなっちゃう。そうブローインしなくなるんですよねこれはちょっと昨日引いたんだけど、なんかちょっと棒感があったなって感じで。ああアクションですか。うん、でもちょっとどういう魚を取るかで、まあこれでもねいいのかなって感じもする。これ存在感、ジャーキングはいいねこれこれ沖で流行りそう。このサイズでこんだけ横飛びしたら、うん、結構やばいな。いやだからこれ関西の沖手とか投げに行ってもらいたいですよね、うん、ミディアムライトでこの波動すんごい水を動かして、竿が柔らかいんでパワーそんな行ってないんだけど。そうですね、これはさすがに M 以上で投げてもらいたいですかね、うん、これ何メーターぐらい飛んだマックス。これマックスだと165超えるんですよ。多分80までいかないけど70は普通にマークしてますね。これもここで1時2時間やったら釣れそうだねいい飛距離と飛距離、空力、うん、空力、リップの空気の処理がもう少しだけど、ヘッドバランスはいいし、アクション波動がいい。この引いててすごい水を動かしてダブルアクションにはなってる。いや揺れない、まあ、あのまだ高速域だと揺れるんですけどね、まあ、これ、うん、このフィン効果あんのかな。背中で飛ぶようになってて、うん、まあなんかギター顔で弾くとかいうのと同じことじゃねえか。あ表現が難しい。パツロと変わんないな、背中で飛ぶとか言ってたら確かにここがプープープーって感じとか言うと一緒だけど、なんて言ったらいいの。言いたいことだから俺は。だけど確かにそれを分かんない人にどう説明したらいいんだろう。空気の処理の仕方、あ飛ぶ以上空気を切り裂いていくんで、空気をどう回すか後ろにで回すときに綺麗に後ろに渡したい、渦を作りたくない、うん、その渦を作らなさの話がこれは肝が背中だ。やっぱ一つだな、最初のリップ周りの空気だな。長いから振れ幅もすごいね。そうっす、やっぱ揺れるんですよね。ウェイトを入れられる余裕はあるの。ウェイトは入れられますね。鉛ウェイトを低重心にしちゃうか、前の方で成形入れてもまあいいんですけど、ここに板1枚入れるか。あーそこっすね、頭がそうなんですよね。頭が回る長いがゆえに。あ、なんか入ってる。あ、1個入ってんだ。一発入ってて。ああそうです、そうです。ああじゃあこの球をもう重心移動せず、まあ、固定にしちゃうかですよ、ね、開いたの鉛を張るぐらいの方が下にパチって安定しているような気がする。うーん、リップのすぐ仕事で。はい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 。これユーゴは開発者なんだけど製造のね最終的な責任者もあって、俺はね、低重心大好きなんで鉛の板張ろうってすぐ言うんだけど多分ね、作るの大変なのでできればボール1個で済ましたい、ね、そこはいつも攻め気合いで、妥協しない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 って呪文のように言ってると鉛になったりする板っすね板が動かないからな、絶対板の方が安定するんだよな。
こう投げた瞬間の空力に入って軌道が安定するまでの 15m の間に、まあ、これ今竿が柔らかいからっていうのもあるけど、ちょっと1周か2周回すんだよね。回るんですよね。そこを回す幅をちっちゃくしたいな。そうですね。なるほど。空気が整流になるまでどうしても乱れんの。ルアーってこう遠心力で弧を描いた状態で飛び出してくんで、それが直線になるまでルアーが揺れるんだよね。そこの空気の処理で飛距離がかなり決まる。まだやっぱちょっと揺れる。まあ初速ないんで当然なんだけど、この MH でもう一息だね。だからこの辺なんか重心回さない、重心欲しいな、ね、もうちょっと黄色を出すかとかですよね、うん、空気の流し方を。松本さんは結構釣ってるよね。松本さん結構釣ってますね。魚釣れてる、うん、こんだけ存在感あったらもう規定なんかだとやっぱ心強いよね。うん、凄まじく魚呼ぶと思います。さああとはと何だっけ、あともう一個なかったっけ。フリットですかね。フリット、村子さんに多分俺ノータッチ、そうなんですよ、送ってるはずなんですけどノータッチって言われちゃったんで、あれと思ってるんですけど、多分高橋で止まってるのかな。うん、多分高橋が使ってるんじゃないこれは新編です。9センチ新編。結構その新編なんですけど、なんて言うんでしょう、ヘビーシンキングミノーというか、アクション自体はふわふわ系というよりかは、そうだね、ブリブリ動く、だいぶヘビーに振ってんだね。そうですね、結構早巻き、サーフか、サーフ、まあ概要そうですね、これぐらいのスピードで使うんだな。まあこれは飛ぶだろうな、もうなんかいいね、横風でこんだけ飛んだらすごいゴトゴト言うんだね。お尻振ってんだこれ。あのやっぱ概要だと波とか風の影響があるんで、うん、何やってるかわからないっていう人がやっぱすごい出てくるんで、そこを埋めれる新編というか、正直なんかあのふわふわ従来の新編らしい動きのものってもうあるんで、うんうん、そこと正直勝負してもなっていうところもあるんで、ブンブンってよりはゴトゴトいってるね。そうですね、もう手元にすごい感覚が何やってるか分かりやすいんで、めっちゃ飛ぶ、あすげえ飛距離。なるほど、これはねテスターに結構早い段階で配ってて、結構みんな釣ってるよね。結構釣ってます、結構釣ってますね。やっぱ使いやすいんでしょうね。個人的に俺より先にテスターが釣るとイラッとするいや、ちょっとなんかあ、はい、嫉妬するの、あ、いいなみたいな、畜生みたいな。ちゃんと村岡さんより俺送ってんすよじゃあいやもらってるけどさ、俺がほあの他のロケとかやってたり、それこそ GT とか行ってて、そうで、あの行けてない中で結構秋田の戸沢さんとか届いたその日に釣るじゃん。釣りますね。ね、ちょっと嫉妬でイラッとする羨ましいですね。羨ましい、チッって感じ俺もまだ投げてないのに。だから Facebook でいいね押さない陰湿だ陰湿だその瞬間を押さないなんかね、やっぱり一番でありたいわ。こう、あ、これはサーフで全然みんな OK が出るレベルだね、うん、このヒラメ狙ってる人が多いと思うけど、これシーバスも全然釣れるね、このサイズ感。そうですね、ありだと思います。全然。そっか、愛媛の寺岡君はシーバスばっか釣ってるの。これそうですね、ジーソデですけど。もうフリット 90S は完成間近、飛距離もね、アクションもね、もうこの存在感出してくっていう、よく動くって点では全然 OK、 その割にはそんな浮き上がらない。そうですね、結構ウエイトパンパンに詰めてるんで、お尻からストーンと落ちるんだね。まあサーフでボトム取って、タッチしてからしっかり動いて、でもう一回取り直すんだ。取り直したりだとか。あ、すごい、サッと着底できるんだね。なるほどなるほど、いやいいじゃないですか。だいたいそんなところですね、はい、今回今やってるところが 110S 見えてきて、そうで、やっぱ春シーズンとかを全体のプロトで釣りながら、うん、テスターとかの声を集めて、やっぱちゃんともうこのまま発売してもユーザーも使ってもらえるってなったら金型作るって感じかな、うん、そうですね。物はできてから2年ぐらいかかるんだよな、なんとなく。物になってからね、物になってテスト、そうですね、実際釣り込むので2年、うん、もう1年2年かかるんで、ね、かかるから釣り込んでから分かる、ある時の逆風でもう少し飛んでもいいと思うとかね、うん、それが本当の声で、他社さんのはそこを超えてきてたりするものがあると、やっぱり勝てないの市場で、だからそこはね超えてきたよね。そうですね、1回2回投げただけじゃなくて、ワンシーズンやっぱ通して投げないと見えないことがやっぱりあるんで、それを自分の視点だけじゃなくてテスターさんにお願いしてやってもらえるのはやっぱりありがたいですね。いやでもシャローランナーが見えてきたな、嬉しいな、この秋楽しみだな。はい、じゃあこんな感じでね、ブルブルは日々ルアー開発を進めながらね、釣り込んでおります。そうですね、
地道に一歩一歩、まあ、徐々に最初にできそうなのがフリット、続いてシャローランナー、そうですね、フリット、あ、ゼッパーか、ゼッパー発売が間近、金型作ったから年内に行けるかなと思うんですけどね、なんとか、ね、2021年中には秋には間に合わせたいな、はい、やっぱな、マジか、いや頑張ります、まあ間に合うよ言うのは簡単、あ、まあ、年内にはね多分行けると思うんで、うん、はい、ブルーブルーお得意のシーズン終わった頃発売って、ね、なんでかそうなるんだけど、ね、あれやるから多分ダスダス詐欺って言われるんでしょうね最近さ営業サイドが賢くなってさ、俺とか龍吾がさ、じゃあ10月だなって段取り組んでも、はい、10月って言わなくなったよね、あ、公式にアナウンスする時、2021年発売みたいな年内だとか、そうそうそう、春とかすら言わなくなったよね、そう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 、秋発売ガボッツも秋発売って出したの12月とか、12月もう、はい、年のせいでしたね、だからやっぱ一部ユーザー鋭いユーザーさが12月って秋ですかみたいな冬ですねみたいな150ミリ15センチのトップウォーターを12月に出すんですかね、散々言われました、怒られましたが、したが、まあそんな感じでね、いろいろやっておりますが、ちょっと小さいメーカーなんでもっと計画的にやるよとかいろいろ思ったかもしれませんが、これがね今のうちらの精一杯なんで、ね、はい、頑張っていきましょう、はい、ということでご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、工場長泉龍吾でした、はい、ありがとうございました、はい、OK、はい、ありがとうございます、なんか私も、うんうん、で、もっと機械もいっぱいいて、うんうん、あ、はいはいはい、機械とかも、それこそ1台しかないんですみたいな言ってたところもあったけど、なんかもっとあると思ってたから、うんうんうん、多分使ってる人ももっとこう大きい工場でいっぱい人がいるのを想像してるから、もっと作ってくださいよ、生産調整してんだろうって思われる、多分なってるかなって思いました、まだまだ発展途上なんでっていうのと、ルアーってどうしても車とか他の製造業と違って全てがオートメーションじゃなくてもう人の手でやっていくんで、まあ、量産って言われるけどほぼハンドメイドルアーとか、ね、プラスチックなだけで、製造業のあらりで見るとすっごい少ないんですよ釣り具って、うんうん、自動化されてるとこがほとんどないっすねワイヤー作るとかリング作るとか部品は量産機械が作ってくるけど、買うだけだけど、それをこう組み合わせて、最後あの紙を折って透明なケース入れて、あの白い箱入れても全部人がやる、人の手、それはもうその辺の単純作業は今何人何十人、その、ここら辺の内職さんが40人ぐらいでやってる、40人ぐらいやってる、その人たちなかったらまた回んない、いやもうだから何だかんだけど100人近くが関わって作ってる、内職さんがいないと回らないし絶対回らない、回らないよね